マックで Windows 版一太郎を使う。Fusion があれば Mac でも Just Suite が動きます。前回の ATOC の機能をもう一つだけ、一つの言い回しから多数の候補を探せるのが連想変換。ぴったりの言葉を ATOC が見つけ出してくれます。それでは一太郎。一太郎はまさに日本人向けのワープロです。作家さんなどにもファンが多いという縦書きでの文章作成。いつもの横組から縦書きで書いてみると発想も変わってくるから不思議です。一太郎は K 線がスイスイ引けます。 経線を選んで必要な長さだけ鉛筆ツールで。入り組んだ人間関係も経線で整理しましょう。一太郎は文字入力のスタート位置も簡単。書き出したいところをクリックするだけです。画像の横への説明文などの入力に威力発揮です。 振り柄も簡単。語句をドラッグして、簡単に Ruby が触れます。重ね文字とは、文字と丸や四角の組み合わせのことです。丸や四角を選んで、任意の文字を入れます。簡単に重ね文字の完成です。一太郎の文章をドラッグして、右クリックで一発検索。Google や Yahoo ですぐに語句検索が可能です。 太郎は気になるワードとの互換性もバッチリです。ワード文章を一太郎で開きます問題なく開きましたもちろん一太郎の文章をワード文章としても書き出し可能です日本人のあなたには日本のワープロー